こんにちは、速稼塾の久保です。待ってました。男組が再結成してほしいなと思いながら10年、20年、30年待ったんですけども、本当に再結成しましたよ。すごい。私が中学の頃、ジャニーズから出てきた男組っていうね、バンド。当時、ボンジョビを日本版にしてみたみたいなね、コンセプトだったと思いますけども、まあ、出す曲がね、ビーズみたいにもうヒット曲を飛ばしまくってかっこいいなと思って絶頂期にわけもわからず解散みたいなね。しかも全国ツアーの途中に解散ですからね。いやー、ショッキングでした。それからというものを男組の CD を聴くにつけ、結構いい曲だったんだなと思いながらね。最初はジャニーズあたりから出てきたバンドなんで、どんなもんかなっていう風な色眼鏡で見たんですけども、やっぱね、かっこいい。やっぱ男組ってね、男のファン結構多いんですけども、未だにですね、男組の再結成を望む声があって、それがなんと今回実現したということですね。で、ちょっと記事の方を読ませてもらいますけども、ジャニーズ事務所から88年にデビューし、93年に活動を休止したロックバンド男組が16日 TBS 系音楽の日2022、これに出演し29年ぶりのパフォーマンスを披露した姿に SNS も興奮気味に反応したということでございます。曲は3曲。ね、オリジナルメンバー4人が集まって、プラスにドラムが抱えられて、88年のデビュー曲デイブレイク、そしてタイムゾーン、そしてですね、パズルって曲です。パズルって曲何なのか分かんなかったんですけども、成田昭次さんがこの春出されたアルバムの中に収録された曲だったみたいですね。で、このパズルって曲ね、やっぱりかって感じだったんですけども、成田昭次さんがずっと男組に対して思ってたそういった気持ちってのを曲にしたんだろうなと思って、まさにね、再結成したこのライブにふさわしい3曲目になりましたね。もう感動しましたね。で、番組の総合司会を務める予定だった中井松弘にとって、男組の4人は先輩。中井は急性中枢炎、盲腸のために出演を取りやめたが、パフォーマンスは事前収録で中井も立ち会っていたという。番組で5人が揃ったショットが披露されると、ツイッターには、中井さん、会えてたのね、よかった。中井そんな嬉しそうな表情よ、と喜びの声が上がっていたということでございました。いや、かっこいい。やっぱりこのね、ドラマ、ほんと男組だなと思いましたね。まさに男っすね。じゃあちょっと別の記事も見てみましょうか。ここ。音楽の日2022男組サプライズ出演に歓喜の声殺到。いやー、すごい。ね、ちょっと古い記事であれなんですけども、私気づいたのが今日なんですよ。ロックバンドの男組が16日放送の音楽の日2022に出演、ステージ上で往年のヒット曲を含む全3曲を披露すると、ネット上には見れて嬉しい、胸熱といった声が続出した。胸熱ですかね。で、高橋和也さんはね、結構映画に出てらっしゃって、役者としてね、もうかなり、一流どころになったんじゃないかなと思います。岡本健一さんは、まあ、表情こそね、険しくなったんですけども、ジャニーズの重鎮として今でもね、たくさんの若手を育ててるんではなかろうかと思います。で、成田昭次さんなんですけども、ソロになってからね、いろいろと恵まれない状況とかもあって、薬物の問題とかがあったんですけども、ライブや CD のリリースを中心に、かなり、メッセージ色の強い曲を出されていて、私もアルバムは全部ね、買ってるんですけども、プレミアがついてむちゃくちゃ高いんですよね。いや、でもね、このぐらいの価格で、成田昭次さんなら、値段がついてもおかしくないと思いますよ。CD1 枚ね、15,000円とかね、シングルでも8,000円とか、なんですよ。もちろんこれ中古市場ですけどもね。新品でこの春出たアルバムも結構人気なんじゃないですか。パズルとか入ってるし。で、この成田昭次さんと高橋和也さんの確執があったんではないかなっていうとこだったんですけども、音楽活動する中でお互いにいろいろと触れ合うところとかがあったりね。あとはインスタグラムで一緒に写真が写ってたりとかして、いや、これは再結成あるなと思ったんですけども、立役者たるね、前田光陽さんっていうのは、この前田光陽さんも役者をかなり長いこと続けてらっしゃって、今でも役者をすると思いますけども、してると思いますけども、この、前田光陽さんの YouTube ラジオ番組かなんかで、高橋和也さんとセッションしたりとかで、なんかそれっぽいことを匂わしていたのが去年の話だったと思うんですよ。そこにね、やっぱジャニーズの皆さんと、ジャニーズ北川さんもちょっとお亡くなりになったところもあって、お葬式でね、成田昭次さんがジャニーズ事務所にまた来たっていうのが、何か思わせるところがあったんですけどもね。とにかく再結成して、タイムゾーン、デイブレイク、そしてパズルと3曲、むちゃくちゃ良かったですね。番組に登場した音組と立て続けに3曲披露するとネット上には、音組来た！音組見れて嬉しい！楽しそうに演奏してくれてありがとうなどのコメントや、ちゃんと4人揃って見れるなんて懐かしいし感動、おじさんになったが、今が断然かっこいいと、現在進行形の彼らが見れて胸熱といった投稿が相次いだということで、本当にね、50過ぎたこのメンバーの男組、今から男組って感じですよね。かっこいい、すごい。もうね、皆さん YouTube でアップロードされた動画を見ていただきたいと思います。で、そこにですね、ジャニーズの木村拓哉さんとかね、中居正広さんとかスマップのメンバーがずっと待望してたってところもね、歴史を感じさせますね。世代を交代しながらジャニーズ事務所ってのは変わりながらね、でも今でも男組ってのはファンの心を捉えて離さないばかりか、今の新しい世代にも十分届くようなメッセージになったんではないかなと思います。いや、男組みたいにね、生きていけたいなと思いながら、私も50を迎える今日この頃でございました。どうもありがとうございました。